この日はキングヌーのレコーディングだった。なんせヌーがね、キングヌー今年初リリースなんで、待たれてんなんかもうビンビン背中にね感じるから、もうちょうどツアーのタイミングでドンピシャでコロナ始まっちゃったから、開けてからが楽しみですね。秋のツアー、秋のツアー多分やる予定ではいるんですけどね、うん、かっけえな、なんか髪型に合わせてプレイスタイルもちょっと渋くなってるね。半年ぶりにレコーディングを再開したばかりだった。前髪の長さとか絶妙だよ。そう、前髪だけちょっとやない。下ろしたらめっちゃキモいで。本当だよ。耳かけたら普通になるんだよ。普通ではない。嘘、普通ではない。言葉を書き出して、はい、言葉をもうねマシンガンのようにはめてるから、なんで文字をいくら出してもなかなか終わらない。レコーディング中のこの曲の歌詞がまだ書き終わっていなかった。なかなか一サビがすげえいい感じになっちゃったから、生の渇望と生きるきらめきみたいなテーマっすかね。ってまあまあまあおおよそそんな感じ。雑なリアクション。すごい恥ずかしくなって。サビの最後のフレーズについて語り始めた。まあ、でも交代をちょうだいと、もう、はい、交代を作っていかないとね、俺らも大変なんで、本当、科学者の人たち、頑張ってほしいですね、本当、俺たち、何もできないんだよね、っていう、もう切実な歌詞ですね。時代じゃないと思いつかないか。そうですね。ただ生きるというような交代をちょうだいっつってね。最近どうなんですか、その辺。結構緩和されてきたイメージも。緩和されてきたイメージはあるし、ただツアーでたくさん本数切るっていうのはリスクはあると思う。でチケット売りに行って。で中止になったら、ね、1本目でコロナ出たりとか、あとスタッフとか感染してもさ、うん、っていう意味でもうこの曲がね交代をちょうだいって感じ。もう切な曲が出来上がりましたね。あ、でも頭は俺それが一番キャッチーな気がすんな。終わりじゃない？終わりじゃない？早いね。一番早いんじゃない？あ、でもこっち乗ってきます？雨降ってきましたね。今日ずっと雲行き怪しかったですね。なんか夏が終わってきました、はい、
常田の愛車は70年代の国産車。最初、はい、20歳くらいで車買って、はい、ラッシーン、ラッシーン、うん、青春の時代ですよ。知ってます。あ、知ってます。あ、同じや。あの好み、好み同じ。はいはい、維持費高いってなって車検のタイミングで、はい、あの手放しました。はい、車手放す時のあの何とも言えない切なさ半端ないっすよ。金稼ぎてみたいな、うん、でようやく今年に入って、はい、そろそろなんか乗ってもいいんじゃないかなって、はい、昔からでもあれですミュージシャンになりたいと思ってたんですか。もうそれしか道なかったくらい、うん、音楽を以外考えたことないですね。これなんか飯食います。あ、食べますか。でもあんま高くなさそうなとこがいいな。ちょっと今調べますか。お願いします。はい、はい、いただきます。好きな食べ物は卵かけご飯らしい。もう食ってください。はい、もう俺箸の持ち方もやばいし、ね、一切ねそういうマナーの教育受けてないんですよ。あんまり家は厳しくなかったんですか。全然厳しくない。米津玄師のレコーディング現場で俺、はい、みんなで弁当食ってなんですけど、文明で育ってきたのかっていうあの米津が驚愕してたくらい食い方来たねって言われて以来ちょっとあの気をつけますね、箸の持ち方も。はい、ちょっと練習してそっから練習してちょっと。夜の10時、帰ったのは自宅ではなくスタジオだった。歌詞の続きと向き合い始めた。作り上げたメロディーもまた壊す。
むずいな。狂気のごとしかぶいてちょうだい、うん、むずいね、結構はめるのむずい。とりあえず B サビ目に入れよう。この日の朝、常田は歌詞を仕上げたという。チャトルさ、これさ、はい、あの青臭い、野暮臭いにしていい。野暮臭い、うん、青臭いは前に持ってきて、うん、で、次は野暮臭いじゃん、野暮臭い、はい、野暮臭い。チャトル、いつもよりちょっと癖強めでいいかも。あ、いい、うん、うん、はい。一生死体の大舞台、嘘無双も関係ない、生き地獄へ招待、あなたの腹の中を招待。あ、これやばいかも。行き過ぎできないもんだろう。あ、ほんと、生き地獄へ招待、あなたの、あ、なるほどね。どうも関係ない、生き地獄へ招待、生き地獄へ招待、あなたの腹の中を招待。あ、いいね。生き地獄へ招待、あなたの腹の中を頂戴。生き地獄へ招待、待てる、いや、生き地獄へ招待。いや、なにこれ、なにこの時間。すごいコント番組みたいな時間。一切一切の舞台、嘘も嘘も関係ない、生き地獄へ招待、あなたの腹の中を頂戴。好き勝手放題、いいじゃん。はい。ここをコーラスにしちまうとかでもいい気がする。タイトルいいね、でもね。いいよね。サモ小説からの戦略。うん、じゃあ A 面。お金つな。まあでもなんかこういうなんていうのかな、イケイケ感の曲っていうのは結構キングヌーが大事にしてて。うん、やっぱライブバンドでもあるし、やっぱライブで映える曲っていうのはやっぱり一個のね根幹というか大事な、うん、っていうのを担っていく曲になると思うんですけど、うん、あ、でもやっぱ陽水さん聞きたいけどね。行ってみますか。お腹パンパンですか。たくさん食べましたか。おー、はい、おー、変えてくるね。使うこれ、マジで使わないやつ取ってない今。なんかで使うんじゃないでも。いや、使わないでしょ。休憩中のことだった。ちょっと縮小してやります。なんで？やっぱやばくなってる。いや、やばくなったけど、いろんなリスク含めて、うん、だから、透明派です。透明派。あ、札幌がねえんだ。札幌とか、仙台とかをやめる。4班ぐらいかな。もともとだったらすごい10班に今入りたいし。やば。残念よ、普通に。残念だよね。普通に、今年、本来イケイケだったからね。とはいえ、ま、ね、できることでやるだけですからね。でたらめな劇を繰り返して、筋書きはいつも無理やりで、メールの先はいつも振り出し、釣り橋を渡れ、むき出しで、のらりくらり、血のり足で、口まで最後死にね、口なし。
と家でね一人で聞く個人的な音楽がすごい増えててトレンドではあるんですけど、まあそういう時にこれ聴く人たちはライブをすごい想像する曲というかパワーのある曲でやるとやっぱりね会場持っていけるので、やっぱお客さんは音楽を渇望してるというか、まあでもなんかコロナがすごい時間の感じ方をすごい変えてますよね多分みんなの。ちょっと冷凍保存されてるじゃないけど2020年が、だ来年もう一回2020年が来ても多分違和感ないというかそっちの方がしっくりくるというかなんですけどね。まあ力ずくで動かすためにねこういうね曲を作って世間に出すために曲を作ってっていう作業を多分本能的にやってるので、うん、動かす、どうにか動かそうとねしていこうとしてますね、うん。時代の舞台夢も目も関係ない、爽快だけはちょうだい、あなたとそうしそう会いたい、好き勝手放題の商売公開なんて面倒くさい、青臭い野暮臭い障害を、ただ生きるための後悔をちょうだい、もう一回、障害をただ生きるための後悔をちょうだい、もう一回、障害をただ生きるための後悔をちょうだい、